明日の調教注目馬馬にも自節とかね、言ってる場合じゃないんですよ。はい。あの、もうね、やばいです。はい。今39度3分あります。え差、ー、黄砂が吹くと高熱が出るというね、このループ。そして全速、赤全速、発作。地獄ですね。もうね、ちょっとブチギレそうなんですけれども、まあ、馬にも自節ね。あの、もう記事か原稿書いちゃってたので、まあ、手短にね、ご紹介しようかなと思っております。 中山1レースの副流ステークスなんですが、サンライズストレイユの方をね、ちょっとご紹介と。前走ね、ド派手な勝利をしたラオラシオンがね、強敵ですし、まあ人気するんでしょうけれども、えー、不良ババのね、新馬戦落勝して、前走もややもね2着に構想しているサンライズストレイユ。天候の部分からちょっと気になるなっていう感じはするんですよ。で、えー、っと、矢作厩舎のね、王道な、 えー、反応53秒台以下の2波論12秒台まとめの加速ラップっていう、ま、あの定番ですよね。定番の狙い目じゃなくてね、うどのしまいき、早めに切り替えた裏の勝負調教。これもま、ずっと何年も紹介してますけど、こっちに切り替えてきた点ね、調教の部分で一つ魅力だなと思います。あとはね、その中山のダートの1800メートルって、ミホウッド5波論の時計67秒台以下の早めで、しまいも早めで、毎土日最速で59秒台以下、遅すぎない、えー、反応使ってる。えー、遅すぎないというか、まあ、 あの遅すぎないところから早い時計までですね使っているっていうまあ好成績なのでそこにねバッチリ該当しているラオラシオンこちらもまあ非常あの当然気になりますのでまずねサンライズ・ソレイユとラオラシオンというところを注目しているんですがあの穴で一発面白いのは武神だなと思うんですよねえー、森厩舎の馬ですでコーラップ鬼時計の上でコーラップなのでまあこのチャンネルで狙う定番でもありますしね えこの状況に加えてですね、えー、元々先行していた武士がここ2 0 0 0後方からの競馬になって、で、今回距離延長で50.4秒でラップ綺麗なんで、まあもうあの、ね、横山和夫機種にはもうこうスタート切ってもし行けそうならガンガン飛ばしていっちゃえっていう指示が出ていてもおかしくないと思いますね。まあ森急車のよくあるケースになるんじゃないかなと。で、そのままあの、スイスイ行ってね、大穴で勝っちゃうっていう、ね、あのみんなでね、僕と視聴者様で盛り上がるっていうケース、SNS の方でね、 まあそれは年間に何度もあるパターンなので、ここでも押さえておきたいなっていう感じはしますね。あとはダートに転向してね、そこを見せていないあの、アラレラバジルなんて馬もいますけど、この辺もね、あの、とても楽しみな馬だなと思いますので、まあ僕的にはサンライズ・ソレイユからね、相手3頭みたいな感じで馬連とか流したりね、してみたいなと。あとまあサンライズ・ソレイユのタンプルとか買ってみようかなと思っております。 まあもちろんこの感じなんでね。で、この黄砂からの高熱は2、3日だいたい毎回続くので。まあ週明けまで、週明けぐらいまで続くんだろうなと覚悟してますから、まあね。明日も、あの、シンプルな馬券じゃないとあんまり考えすぎたね。組み立てた馬券とか買い間違えちゃうので、さすがに。熱があるときは。なんでシンプルにシンプルに買っていく感じになるかなと思うわけなんですが、次日経賞クロミナンス。 まずね、8歳でも衰え知らずでね、コンソキャリア30戦目、ボッケリーニ、これがまあ経験と能力と実績で上のレースメンバーですよね。うんで、ここ3戦2着3回、プラス日経賞過去2回2着ということで、まあ2位ばっかり並んでしまうボッケリーニなんですが、 えー、まあ、あの、ここで勝利してね、2着続きにピリオドを打ちたいとこなんじゃないかなと思いますが、まあ、ヒートオンビートで走ると絶対、ボッケリーニは2着になるっていう、そんなジンクスもありますけど。えー、なんですけど、まぁ、あ、ちょっと調教の部分ではね、クロミナンスが気になっているところで、中山芝2500メートル、土日反論最速55秒台以下の速さ。土日としてはめっちゃ速いですね。追い切りはウッドっていう形の調教が好愛称です。過去の名馬たちが見せつけてきた好長調教の形っていう風にもね、言い換えることができる調教のパターンっていうのは、まあ,あの、 わかる方にはわかると思いますが、えー、ク黒ミなんですね、先週土曜に半六52.5秒と追い切り並みの時計出しております。で、追い切りウッドでね、ゴハロンで、えー、65.9秒と、まあ抜群ですね。7歳なんですけど、キャリア11戦なんですよね、まだね。うん、長期の休み明け何回もありますしね。なんで、まあ7歳、年齢は7歳かもしれない、7歳かもしれないというか7歳なんですけど、えー、非常にね、まだあの伸びしろなんかも残している。これからまだほんと経験積んでね、 8歳とか9歳がもしかしたらピークになってるね。そんなね、あの、可能性が、えー、あっても不思議ではないという感じですね。で、えー、アドマイハレー、はい。こっちもね、日曜に反論54.3秒で、姉妹十12.5の加速ラップ。追い切りのウッドがですね、5六十65.4秒なので、えー、先ほど紹介したですね、中山の島の1500、2500メートルにすごく合う調教をしてきているという馬になります。 前走ね、アメリカジョッキークラブカップでは最下位だったんですが、あの、まあ、不良ババアでしたけど、それが原因というよりね、初重症でレース感覚、ま、2周で出てきているっていうところが結構しんどかったんじゃないかなと。それに加えての不良ババアっていうのが辛かったんじゃないかなと思うんですよね。で、調教もね、当然、あの、そのレース感覚ですから、中1位になっちゃうので、通常のアドマイハレからはかなり落とす調教しかできなかったので、まあ、今回この調教でね、感覚も開けてますから、変わり身に期待してみたいなというところです。 で、2走前に勝たせた丹内騎手が騎乗っていう点も魅力です。後ろの方から、ね、行く形になりましたけども、早めに動いて積極的な大胆な競馬っていうのをして、勝ってるので、実際結果を残しているので、まあ、また堂々とそういう競馬してもいいと思いますからね。うん、な、なったらもう出遅れてかかっちゃって丹内騎手がよし、行くか、みたいな、そういうレースになってくれた方が、あのー、今回のね、このメンバー、あの、能力的には一枚落ちると思いますけど、 そこを埋めるようなね、競馬につながるっていう可能性もあるんじゃないのかなと思います。はい、そんな感じでお届けいたしました。もうね、咳のしすぎで頭が痛い。頭が痛い。そして多分明日は腹筋がめちゃくちゃ痛くなるのでしょうという感じで。いや、困っちゃいましたね。あの、本当にあの、ガスマスクみたいなの買おうかなと思ってます。マジで。うん。無理ですね。で、交差っていつ来るんだってなんか調べたら、 ね毎年一応来る、なんかよ、月間で言うと、10、11、12、1、2、3、4、5、6ぐらい。夏しかダメじゃんみたいな。しかも僕、夏嫌いなのに。もう、外出れねえじゃんってなってきちゃうので、ねでも、窓閉め切ってね、外に、あ、でも出ちゃったんですよね。僕ね、今週ね、交差の日ピンポイントでね。そこから体調崩して。でもまあ、なんか自分の中ではね、あの、これでも参戦、参照っていうか、 3回該当して3回同じ症状で、全く同じ症状で同じ熱ので、え何、ー、でしょう、あの、きっかけ、その交差の報道があった時のタイミングで、そうなっているので、確信が持てたのは良かったですね。うん。あの、仮説が、あの、競馬のね、予想と同じで仮説がなんか、あの、現実になったっていうね、検証できたみたいな。そんな感じなんですけど、まあ、現実になって、あの、理解できたところで対処方法がわからないので、 うん。まあ一生、こんな感じになるんだったら本当にもう一生家から出たくないなってぐらい、ちょっとね、落ち込んでる感じです。なのでもう今こんな調子でもあ後ね、えー、更新作業とかを終えてこういう動画もアップしてですね、えー、今日の夜とかも SNS みあの、投稿することも触ることもありませんし、なんかメールとかいただいてもですね、 あの、ご返信することができないと思います。多分、あの、高熱出してまた倒れて気がついたら朝っていう感じになると思いますので、ちょっとね、今週は、あの、あまり、えー、あの、なんでしょう、レスポンスの良さにはね、期待しないでいただけたらなと思います。ということで、えー、竹内でした。バイバイ。